にちは、パスカードフィットの白木アマゾン大輔です。今日はですね、クロスガードから草刈りで草刈りをした際に相手が体格の肩入りを持って押してきた場合に、安家に切り返す、入り方を、説明します。この方法は結構自分がスイープできない時にとか、いろんな、仮にこうスイープをした時に相手が起き上がってくる時にも応用が効きますので、この説明をしたいと思います。じゃあ行ってみましょう。まず相手が立ち上がってきて、そしたら、手でかかとをしっかり落としましょう。持ったらお尻をしっかり近づけてから落とします。その時は足をしっかり内股にして、相手の中に入っていくことにしましょう。そしたらこのまま押し出して相手を、その時に、相手が肩入りを持ってきますね。こういう形で持ってきた時にまずこの手の持ち方をですね、しっかり覆いかぶせる。このようにして道着を持って肘で脇を締めるようにして、そしたら両足、こちら両足を使って体を起こします。起こしたら右足のすねを相手の頭に乗せます。そして転びながら反動で返す。そのまま右足をかぶせて安家に入ります。もう一回いきます。この状態から起き上がってきました。そしたら手でかかとを持ってお尻を落としてから膝からくっつけましょう。で押し上げます。はい、では肩入りを持ってきます。持ってきたらこのようにして持っちゃいましょう。道着を持ってもいいし、直接リストを持っても構いません。この状態を作ったら一回腰を上げてください。両足を使ってあげたら体を取り寄せる。で、体を横に倒しながら足を持って安家に入ります。以上です。はい、以上が、草刈りからの安家の入り方になります。こちらの技はですね、素人の方特に使えるかなと思います。あとはいろんなね、先ほども最初にお伝えした通り、いろんなスイープに、つなげて相手がこう、肩入れをしてきた時に切り返すっていう感じにできるといいかなと思いますので、ぜひ試してみてください。あとは、チャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。